時代のサインぐらい集中したもん。老眼だって言ってんのか。そうまあ、まあ否定はできない。その通りです、うん、だけどまあこのまだ明るいからいいですよね。まあそうだ。ということでドリフトクイズ、はい、始まりましたね。はい、始まりますよ。ルールを教えてください。はい、今からですね、うん、2台の車で同時にスタートしていただいて、うん、はい、あちらのドラム缶で定常沿線回をしていただきます、うんうん、でこのドラム缶にはですね、うん、問題が書かれていますので、うんうん、助手席の方がその問題を読み取って、うん、そして答えが分かったらスタートラインまで車を戻して、うん、私に回答してください、うん、そしてですね、対戦していただくのは、はい、藤野&玉木、はい、チーム東洋とですね、はい、そして車の話チームなんですが、はい、今日はですね、強力な助っ人をお呼びしております。はい、新井俊弘選手です。よろしくお願いします。来ましたね、新井さん。こんにちは。どうぞこちら。あ、すいません。はい、車の話チームは、土屋圭一選手。結構最強じゃないですか。あ、でもね、うん、問題がありましてね、うん、何ですか。あんまり近寄りすぎると2人とも問題見えないんじゃないかと思って、うん、それは老眼だって言ってんのか。そうそう、まあ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 、まあ否定はできない。その通りです、うん、だけどまあこのまだ明るいからいいですよね。まあそうか。あともう一つの問題はですね、問題の意味が理解できない。もう根本的なことあるんですよ。今日あのね、あの結構難しい問題出ます。宇宙の神秘ですかね。やっぱそういう意味ではね、椎名ちゃんがいるねチームというのは有利かなと思うんですけど。そうですね、もうでもね、頑張ってもらいましょうよ。でもあの今日あの師匠がね、バカにするんじゃねえよ、ベテランチームだぞ。いや、わかんないですよ。ちょっと意気込みお願いします。それじゃあ玉木さんの方から。はい、はい、チーム東洋ということで、あの師匠と弟子力を合わせて、うん、テリーさんチームには負けないです。頑張っていきます。甘いな、はい、甘いな。え、どっちが運転するんですか。多分見えない可能性があるという保証だったので。多分見えないので運転は任せてるよ。足はもうアクセルは大丈夫です。ブレーキは危ないんですけど、はい、ブレーキあんまり踏まない。視力の関係で弟子が運転して師匠が読むっていう方が俺らに近くていいじゃん。じゃあそしてお願いします。行きましょう。しますよね。もちろん、はい、もちろんもベテランだよね。こちらはどちらが近くで見えなければちょっと離れて。どうした？あの師匠に運転してもらった方がいい。何言ってんだよ。WRC 優勝ドライバーとルマン2位のドライバーだよ。ね、こんな田舎チームに負けるわけねえだろ。行きますか。行きます。はい、じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。さあ、よろしいでしょうか。よーい、スタート。さあ、どうか結構近くで回ってますね。1万3、あった、早いな。10万3、1万3。もう一回行ってください。もう一回行って。来た、こっち来た。さあ、答えは はい、1003。ブー。はい、もう一回行ってきてください。1億3。来た。1億3。正解。まだやってる。今来た。さあ、来ました。さあ、向こう回ってください。1億3。はい、正解です。いやゼロ数えてる間に回っちゃうんだよ。
さあまずあの改めていきます。ケムちゃん、はい、これまず、はい、答えは何だったんですか。答えはですね、1億足す3はっていう正解、あ、問題だったんですね。なるほど。なので答えは1億3だったんです。ということは俺は土屋さん、最初は何だったんですか。最初に最初は1万3だなと思ったんです。1万3そうそうそう。だけどあのさ、ドーナツさんが早いんだよ。もうちょっともうちょっとゆっくり回ればゼロの数を読めるんだけど、早いんだよ。なんかやっぱりね、WRC かなんだなと思ってんだよ。やっぱどうしてもさ、サガが出て早くなんか到達したいっていう。そう、今回ゼロがいっぱいねあったんで、ゼロ数えなきゃいけない難しいさ。最初はあれですか、どう、何だったんですか。最初の間違いは、私は最初1003って言って、そうなんで、うん、ゼロが1個足んなかったっすけど、ね、そうか、やはりあれね、普段の勉強ができるかどうかに、ね、俺だと俺現役時代のピットもうピットのね、うん、あの3位ぐらい集中したもん。そうそうだけどさ、うん、速さで行くからさ、どうなんだ。もうちょっとゆっくり回ればいいの。林さんはまたさ、カメラ見てっからいいとこ見せようと思ってる。そう数字なんかどうでもいいんだから。まあまあね、藤野は藤野でさ、気持ちよく回ってるだけだから読まないんだよ。そうそう、見えないですよ、こうやって見せてる。ゼロゼロゼロみたいなね、ゼロいくつみたいな。でもね、問題面白かったですね。うん、そうそうそう、はい、いやでも本当にね、はい、あの早かったです。というわけで、はい、今回はですね、車の話チームの勝利でございました。よーし、素晴らしい、素晴らしい、いいぞ。はい、はい、今回はドリフトの魅力に迫りましたが、うん、いかがでしたでしょうか、テリーさん。いやもうすごく面白いし、うん、正直言って最初にですね、玉木さんがね、あのデモンストレーションやったんでしょ、はい、あれも見てて俺すごいなと思ったんですけど、うん、お二人はね30点って、うん、だからドリフトっていうのは深いんだなと思いましたね。だってこのレベルからすれば、うん、あんな8の字なんて簡単なわけですよ。うん、だからそれはやっぱりこうトシさんとか俺から見てると、アマチュアだともういっぱいいっぱいなわけよ。まあ、でぶつかんじゃねえかみたいな、うんうん、だけどもうこのレベルでいくと遊びでこう回ってるからさ、余裕。なるほど。だから綺麗じゃない、八の字も。藤田、どうでしたか。はい、楽しかったです、うん、でまあね、ぜひね、あのドリフト今回はもう 30% で定常に書いてたと思うんですけど、ぜひね、あの D1 グランプリと D1 ライツにね、ぜひ見に来て、間近で。例えばいつ見れるんですか。はい、9月の三週目どこでやるの。は恵比寿。あ、恵比寿ね、はい、福島県。あ、福島県か、はい、分からない、はい、ね、ぜひね、お近くの方は ね、そうですね、はい、お近くの方は行く気全然ね行く気全然ね、そうですね、お近く行きませんけどね。さあ、あなたどうでした。はい、楽しかったです。うん、あの、ね、本当にね、ドリフトするのにあんまり遅いとできないんで、うん、さっき土屋さんが言ったみたいにちょっと早くなっちゃうんですよね。うん、それで読んでもらったので、確かにドリフトってある程度ね、かさないとダメなので、うん、そそうでもすごい近いところで綺麗に回ってましたよ。ね、そうそう、そこは上手なんだけど、早すぎるわけよ。そうそう、宇治野みたいにこうゆっくり回ってくれればまだ読めるんだけど、早いんだもん。近いところでくる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 って回ったんで、まあでも楽しかったですよね。ね、はい、本当にまたこういうのやりたいと思います。はいはい、というわけで、藤野選手、玉木選手、新井選手、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あのフルってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、ね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら
最短5分。中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。